何度もお前を睨んでたよ。教授の採点って厳しいことで有名だから、この講義を取ってる人って少ないんだよな。もし顔を覚えられたらテスト以外の点数は0点かも。去年お前と同じ理由で講義を選択したら赤点になって再履修中だよ。今年も赤点だったら留年だな。もう8週目だぞ、諦めろ。あ、友達と約束があるんだった、先に行くよ。今日は早いな。大変だったな。原因不明の災害による影響はまだ続いており、本日開始予定の予選も延期が決定。珊瑚島だろ。十数年前に東ヨーロッパの方でも似たようなことがあって、数千万人が死んだってネットで見たよ。でも情報規制されたってさ。そうなったとしても仕方ないだろ。俺たちみたいな普通の人間が死んだとしても報告書の数字になるだけだ。ほほ、今の超かっこよくない？それならそれでいいよ。でもできれば今の対戦が終わってからにしてほしいな。
少女は元凶の中で瞑想する。元凶を作る装置は趣味消しという。ある先駆者が2年前に彼女に渡した贈り物だ。そして瞑想を共にするのは、天命最強のヴァルキリーを象徴する武器、黒炎白花。それは危険で高潔な武器。生と死の力がその中で共存しながらも、決して混じり合うことはない。世間にある孤独と絆のように。武器の前の持ち主の名前はセシリア・シャニアテ。5年前、旅の仲間の影響で彼女はこの先輩に興味を持つようになった。数年後、主教は聖なる地と空の律者の来歴を彼女に教えた。その結果、いつからか彼女は普段の任務で黒炎白花を使わなくなった。武器を使いこなせないわけではない。彼女の崩壊エネルギー耐性は非常に優れており、ランスを自在に扱うことができる。彼女が敵を甘く見ているわけでもない。事実、たとえ軽い手合わせでも彼女は全力を出す。そういった形で相手への尊重を表現する。もちろん、ヴァルキリーたちの間で流れる縁起の悪い噂が原因でもない。確かに、黒炎白花の歴代の持ち主は全員非業の死を遂げる。それは、武器は所詮武器。どのような人であれ、戦場へ行けば死に直面する。何の武器を使うかは関係なく、戦術的な面も関係ない。いや、彼女の小さな迷いは、こういったマイナス要素に起因しているわけではなかった。むしろそれは最適な距離感を作り出し、神の鍵、黒炎白花を実践で使おうとするデュランダルを止めている。心の中で、彼女は何度も確認した。自分が本当に、あの風や詩のような、または歌や詩のような、彼岸の教会に触れられているのかどうかを。それまでは、ビアンカ・デュランダル・アタチナは、元の持ち主からこの武器を借りているだけに過ぎない。訓練中に申し訳ありません、デュランダル様。あ、リタ、どうしたんですか？一つ、変わった報告がございます。これは？ええ、それが関係のない一般事件をつなげました。ロンドンの地下鉄事故、ベオグラードの殺人事件、フランクフルトの金融事故、コルカタの失踪事件、ブルームフォンテインの放火事件。何のつながりもないように見えるこれらの事件の裏には、そういう変わった、崩壊と関係する手がかりがありました。それと、ベオグラードの殺人事件は警察の方が自ら連絡してくれましたが、残りの4件は天命に関わる方々が近くにいたからこそ、偶然手がかりに気づけたのです。報告書には、キングスクロス駅で列車追突事故が発生した際、
バルキリー・スーサナが近隣で崩壊エネルギー探知機のアップグレード作業に協力していた。彼女は持ち歩いていた専門的な設備を使い、列車の残骸下にあった第二号証拠を発見したと書いてありますね。事件で入手した手がかりは全て戦闘1504研究所に提出し、分析を進めてもらいました。しかし不安なのは、所長の長光様のお話によりますと、報告書だけで5件もあるということは、確率をもとに計算すると似たような事件がすでに500件、最悪の場合5000件が全世界で発生していると考えられる点です。それはまるで伝染病みたいですね。ええ、長光様がおっしゃられるに、今私たちは全く新しい未知なる何かに直面しているのではないかということ。天命の各支部を動員し共同調査を始めないと、もっと厄介なことが起きるかもしれないと警告してくださいました。こういう時、主教様と連絡が取れたらいいんですが、主教様でしたら。いいえ、主教様の代理として私たちは私たちなりに最善を尽くすしかありません。何かいい案はありますでしょうか。まずはできるだけ長光さんに協力しましょう。私たちは専門家ではありません。だからこそ研究所の判断が必要になってきます。それから関連データと進捗を全部ヨルムンガンドとネゲントロピーに共有しましょう。何もかも隠さずに。ヨルムンガンドとは現在同盟を結んでいますので問題はないと思いますが、ネゲントロピーの方は。もし主教様がこの場にいたとしたら、きっと私たちを阻止するでしょう。しかし私たちは主教様ではありません。あの方のように何でも見通すことはできませんし、独断専行するわけにもいきません。ですから主教様のやり方を真似することには何の意味もありません。あの方が戻ってくるまで私たちは私たちのやり方で崩壊と戦わないと。かしこまりました。情報共有に関しては琥珀様と共に進めます。こちらはまだ午前中ですが、時差を考えるとシュレーディンガー博士の友人たちはもうすぐ眠れない夜を迎えることでしょう。ねえ、起きて。もう朝よ。ゼーレ、ゼーレ。しょうがないわね。ねえゼーレ、目を開けて。これで4人目かしら。だって目が覚めた瞬間枕元に毛虫がいたんだもん。苦手だって分かってるくせに。あら、私のせい。今日は早起きしてあの子たちに物語を聞かせるって自信満々に話してたの。だ、起こしてくれたのは感謝してるけど別の起こし方があると思う。何度も呼んだのに反応がなかったんだもの。布団を取ることなんてできないし。ああ、もちろん人格を入れ替えて私が代
代わりにあの子たちの相手をするのもいい選択だけど。やめとく。前回あなたが急に出てきたせいでイワンがびっくりして泣いちゃったもん。あのガキがゼーレの悪口を言ったからよ。小声で言ったってわかるもの。何？なんでもないわ。子供の相手をするのは嫌だから、あとは任せたわね。待ってくれ、テスラ博士がまだ文句を言ってるんだ。あの頑固ジジイども何も分かってない。同じことを繰り返すばっかり。本当に腹が立つわ。連邦議員たちの前でもそう呼んでないことを願ってるよ、テスラ博士。それで事故の原因について結論は出たかい？飛行を頭からつま先まで点検したけど何の問題もなかったわ。しかしスピーチ中に警備機構がステージに上がって発言者に罵声を浴びせたってことは事実だ。生放送を見てた誰もが証言できる。事実を言っただけなのに罵声だって？臆病者で利益しか見てないのは本当のことでしょ？それはノーコメントだ。言語モジュールの実装はさておき、警備機構が人間に害をなすのはプログラムの論理に反してる。ふっ、私に言わせれば8割は彼らの操作ミスね。残りの2割は別の意図があって私たちに濡れ衣を着せるつもりだったってとこかしら。濡れ衣？何か言われたのか？いつものあれよ。律者の収容手段が甘すぎるとか、空の律者を自由行動させるのは無責任だとかね。コンケストジェムがなくなってティアナの状況は安定したし、力のコントロールもできてるって何度言っても信じてくれないわ。今回の飛行事故は空の律者の陰謀だって言う人もいた。あいつら本当に律者のこと分かってんの？つまり今回の事故は誰かがネゲントロピーに圧力をかけるために起こした。その目的はキアナの保護だとテスラ博士はそう思ってるんだね。きっとそうよ。国会に提供した機構は全部私がチェックしたもの。事故なんてありえないわ。しかし彼らにとってメリットはないと思う。生放送がもたらす悪影響は僕たちよりはるかに大きい。いつもの彼ららしくない。さあね、どうせ私たちをよく思ってない人なんて5万といるし、今さら増えたって別に気にしないわ。何？今？分かったわ。ボサータマ、あのじいさんたちがまたなんか言ってきたわ。相手してくるから後でまた連絡するわね。じゃあ。待たせてすまないね。テスラ博士、大変みたいですね。心配ないよ。国会に呼び出されたのは初めてではないからね。それに彼女は素直でカッとなりやすい。だからいじめられることもないよ。なんか余計心配かも。ゼーレを呼んだのは何か任務があるからでしょうか？任務というより僕の個人的な頼みだ。来月7月3日はネゲントロピー創立60周年の記念日なんだ。当日の夜基地でパーティーを開こうと思う。
みんなもここ数ヶ月いろいろとあってみんなピリピリしていただろう。気分転換も兼ねてリラックスしてもらいたいんだ。パーティーの買い出しはテスラ博士が引き受けてくれたが、見ての通り短時間では戻れそうにないのでね。これは彼女が置いていった買い物リストだ。全てソルトレイクシティで購入できるはずだ。時間があったら代わりに行ってほしいんだが。はい、もちろんやります。アインシュタイン博士も欲しいものがあったらゼーレに教えてください。僕は手を出すなとテスラ博士に何度も言われててね。どうやら彼女は僕の美的感覚を信用してないようだ。もちろんそれはよくわからないけど、何をすればいいかはわかりました。ゼーレ頑張ります。ということがあったの。アインシュタイン博士とテスラ博士の関係は本当に不思議だよね。いつもの博士たちですね。ゼーレも慣れれば面白く感じますよ。でも買い出しにソルトレイクシティに行くのです。どうかしたの、プロニャお姉ちゃん。いえ、ゼーレにお願いしたいことがあったのですが、後ほど話します。まずは今日の体力、うん、前回の訓練強度は比較的強いものでしたが、体は大丈夫ですか？平気だよ、ちゃんと休んでもう回復したから。今日は前回、それだと最高強度になりますが、ゼーレはそれチャレンジしてみたいの。安心してゼーレは。わかりました、何かありましたらブローニャも手伝います。あら、これが最高強度。こんなガラクタが片手で握りつぶせるの？これは訓練用の機械だからボロボロなの。まあ、誠意を持って私にお願いしたら代わりに戦ってあげてもいいわ。それじゃあ訓練の意味がなくなるよ。あら、勇者ね。ならいつまで持つか見ててあげる。
ゃない。強がらないで私に代わりなさい。やだ。もう少し頑張れる。ゼーレ、できるもん。は？怪我したら私もとばっちりを受けるんだけど。あら、ルシー？いえ、もう知らないわ。できました。あら、よかったわね。上出来よ。ゼーレすごいわね。あ、ゼーレどうしました？どこ？大丈夫。ちょっとめまいが。唇が青くなってます。低血糖かもしれません。無理をしん、限界に近い訓練でこそ潜在能力を発揮できる。ブロニャお姉ちゃんが前回怪我した時にそう言って。あ、それは。フェルトさんの特訓に応えられるよう、お姉ちゃんが頑張ってること、ゼーレはちゃんと知ってる。だから、ゼーレもお姉ちゃんのそばで一緒に戦えるよう努力したいの。少しでも、お姉ちゃんやみんなの力になりたいから。ゼーレ、あ、ごめんなさい。どうしてよりによってこのタイミングで。やっぱりゼーレはゼーレですね。行きましょう。低血糖の時はちゃんと食事を取らないと。間に合ってよかった。あと少しで食堂が閉まるところだったね。ごめんね、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレのせいで遅れちゃって。間に合ったから問題ありません。この時間は人が少なくていいと思います。うん、そうだね。人が全然いないね。キアナ、あの、ここに座ってもいいですか？お、ああ、あんたたちか。うん、誰もいキアナ、今日はそれだけですか？今日は食欲がなくてね。普段はもっと食べてるから。はい、ゼーレに戦闘のコツを教えていました。キアナさんと一緒に食事するのはこれが初めてですね。知り合って結構時間が経つのに話す機会があまりなかったから。キアナでいいよ、敬語もいらない。私もゼーレって呼んでいい？もちろん。
みんなからもそう呼ばれてるんだ。名前で呼び合うと新規…そういえば今まで食堂でキアナと会ったことなかったけど、食事する時間が違ったからなのかな。あ、うん、いつもこの時間に来てるから。そうだったんだ。人の多い時間帯をわざと…キアナ、委員長の調子はどうですか？四季の律者の痕跡がまだ見つかってないらしいけど、引き続き追跡するって言ってた。そうですか。四季の律者はあれから身を潜め、大巨山のような災害も起きていません。そのため手がかりがないと天命側も言っています。天命？オットーの言うことなんか信じられるの？四季の律者が現れた後、オットー主教は行方不明になり、今はデュランダルさんが代わりにバルキリー部隊に。今ネゲントロピーと天命は一時急戦下の状況にあり、最低限の情報交換を行っています。ブローニャたちにできることは、頻発する崩壊事件をなるべく早く対処することです。学園長はロザリアとリリアの指導者になり、出撃するときは彼女たちを連れて実戦能力の鍛錬をしているそうです。あの双子の熱意はすごいけど、相手をするのが大変だと言っていました。さすがの学園長。なんか昔の私たちを見てるみたいだね。テレサは子供の相手が苦手だって言ってたけど、本当は誰よりも得意だよね。会話に入れない。当然でしょ。あなたと彼女たちは全く違う世界の人なんだから。でもみんなよくしてくれてるし、何を話してるかわからないから会話に入れないだけで、お互いを知っていけばきっとみんなと仲良くなれるはずだもん。そういえばキアナは明日ソルトレイクシティに行く予定があるんですよ。うん、最近気候事故の報告が何件もあって、人手が足りてないから状況を見てきてほしいって博士に。ちょうどよかったです。ゼーレも明日ソルトレイクシティ。え、そうだね。じゃあ先に戻って準備しとくよ。また明日。もしかしてこれがブローニャお姉ちゃん？ゼーレは鋭いですね。すみません、ゼーレの同意もなく。いいな、キアナと一緒にお出かけできるんだ。よかったです。キアナの気晴らしを兼ねてゼーレにも羽を伸ばしてきてほしいと思いました。でもブローニ知りすぎてるからこそ言えないこともあるんです。え？最初キアナはブローニャたちと一緒に食事をしていました。でも同じ時間帯に食堂キアナの周りのテーブルはいつも空席。アインシュタイン博士が彼女の隣。でもキアナはちゃんと力のコントロールができてて、みんなのことを頑張って守ろうとしてるのに。それはみんな知っています。でも一般人にとって恐怖や不安は、だからキアナは弁解もせず情報を選び、人が集まる場所を避けるようになりました。もちろんキアナは他人の視線を気にしません。ただ今の状況下で不安要素を増やしたくないのでしょう。さっきブロニアお姉ちゃんがゼレの話を中断したのは。キアナは変わりました。大人で冷静で自分。しかしそんなキアナにとって、ソキアナにとってブローニャたちの考えは全部お見通しです。今のキアナに最も必要なの。そこまで考えてたなんて。やっぱりブローニャお姉ちゃんは頼もしい。ゼーレにはゼーレの長所があります。ゼーレは繊細で共感性が高く、他の人が気づかないようなことに気づきます。ゼーレはゼーレの長所に気づいてもっと自信を持つべきです。あの時ブローニャお姉ちゃん。ちょっと早く着きすぎたかな。まだ時間があるからもう一人の自分とお話ししようかな。
出てこないけど、何か悩みでもあるの？ゼーリには関係ないわ。あれ？機嫌悪そうだね。何があったかゼーリにも教えて。ない。なんでもないわ。知りすぎてるからこそ言えないことがあるって、ブロニお姉ちゃんが言ってた。あの時、ゼーリたちも同じだって思った。お互いを知ってるからこそ素直になれない。悩んでること自体ゼーレにも教えてくれない。だから何でもないって言ったでしょ。ほら、新しい友達が来たわ。ぼーっとしてないでちゃんと相手してあげなさい。教えてくれる気になったらゼーレはいつでも聞くから。ぼーっとしてる？うん、なんでもないよ。ちょっと考え事してただけ。うん、じゃあ出発しよう。人がいっぱい。それに街中が飾り付けされてる。来月4日は独立記念日だからね。各地でお祭りをやるってテスラ博士が言ってたよ。そっか、祝日とお祭り。いろんなところが賑やかになりそうでいいね。キアナの表情、基地にいる時よりもリラックスしてるね。やっぱりブロニお姉ちゃんの言った通りだ。気晴らしに連れてきて正解だったな。それよりまずは用件を済ませよ。相手との約束までまだ時間があるから買い出しに付き合うよ。うん、一緒に行こう。買い出しリストの一つ目は、あ、成果だね。のパーティーに使う花を予約した。どんなお花がいいですか？ピンクの。お嬢さんよく知ってますね。同業者の方ですか？お花が好きなだけです。綺麗な花を見るとその通り。私も同じ理由でお花が好きなお嬢さんに特別。あ、綺麗。ありがとう。あとはパーティーに絶対に必要なケーキだね。いい匂い。焼きたてですよ。お一つどうですか？わあ、全部美味しそうだから。お嬢さん口が上手ですね。好きなものを選んでください。割引。本当ですか？ゼーレ本当にお買い物が上手だね。あとはパーティーの飾りだね。やっぱり風船が一番。やあ、お嬢さん何をお探しですか？こんにちは。パーティー用の風船を買いたくて今お店を。あら、パーティーですか。それでしたらぜひうちへいら。あの、細長い風船はあります。風船アートに使えるものが欲しいんです。子供たちやテスラ博士がそういったの好きなので。もちろんありますよ。うちで買ってくれるならもう2袋サービスします。本当に？ありがとう。大したことありませんよ。また今度パーティーやるときも。なんだかあの店員たち、ゼーレを見た途端に商売のことを忘れちゃったみたい。昔、小
寺院にいた頃、小さいケーキしか買えなかったから、ショーウィンドウの前でいろいろなケーキをじっと見てるしかなかったんだ。そしたら、ケーキ屋のお姉さんがこっそりコンペイトをくれてね。それをみんなに分けたら、それはきっと、ゼーレも優しいからだよ。ゼーレはそんなにすごいわけじゃないよ。でも、買い出しはこれで終わりかな。あとは、キアナの任務だね。まだお昼なのに、花火を。お祭りのリハーサルかもね。花火を担当するロボットたちは、報告にあったのと同種の機構。博士が発明したロボットはすごいね。人々の暮らしを支え。ネゲントロピーは、国会の上層部とはもともと協力関係。これらの機構の本来の使い道を、一般の人は不安を招かないために、崩壊関連の情報は一般人に開示せず、今はそんな話より、もっと近くで見てみよう。独立記念日限定、ビール無料で飲み放題。キアナ見て、チラシを配ってるスタッフ、プロニお姉ちゃんの大好きなホムだよ。残念だったね。ブローニャも来てたらツーショットを撮ってあげられたのに。ブローニャってば本当にホムに目がないから。二人も独立記念日のお祭りに来るかい？フードフェス、生演奏、花火、何でもあるよ。さあチラシをどうぞ。ありがとう。面白そうだね。今回の件が終わったら一緒に、ブローニャと一緒に来るといいよ。キアナも一緒に来てよ。きっと楽しいよ。まずはここの担当者に報告書の詳細を聞きに行こう。おかしい。キアナ、どうしたの？報告書を出してからは気候事故が起きてないんだってさ。自分の念のためメンテナンススタッフに連絡して、リハーサルの様子を見た感じ、そうだね。でも任務が思ったより早く終わっちゃった。せっかく時間ができたからカフェに行ってみたいな。さっきお店の前を通った時、美味しそうなパフェがあって気になってたの。パフェ、確かにずっと食べてないかも。行こっか。おいしい。キアナも食べてみて。おいしい。やっぱりスイーツは疲れを癒してくれるね。もう一つじゃあ頼もうかな。ありがとう、ゼーレ。私を気にかけてくれたのは、ブローニャにお願いされたからだよね。バレてたの？ブローニャらしいね。変に意識させたくなくて、遠回しな。ブローニャお姉ちゃんは本当にブローニャは昔からそうなんだ。ネゲントロピーの名手から訓練を受けてて、私より大変なのに。さっきのホモの着ぐるみを着てた人を探して写真を。ブロニお姉ちゃん、キアナ。キアナさえよければ。昨日のことを気にしてるの？大したことないよ。みんなが私を信じてくれたのは私のことを知ってるから。でも他の人に強要するわけにはいかない。シーうん、私の中にいるもう一つの意志、本物の。もう一つの。今でも彼女の意志が私を飲み込もうとしてて、でもコアは渡せない。そんなこともう二度とさせない。それに今の私にはもう一つの保険がある。このリストバンドはリアルタイムで私の身体状況を観測してるの。一定の指揮警告を受け取ったらネゲントロピーがすぐ行動に出る。
私もなるべく人気のない場所にワープする。心配しないで。これは私が納得してつけたの。キアナ、本当にすごいね。これは私が背負わなければならない責任だから。私は、それにメイ先輩、私とブローニャのもう一人の友達だけど、彼女も同じ経験をしてる。キアナ、ああ、気づいたらたくさん話してたね。ありがとう、ゼーレ。ゼーレと話したおかげ、いえ、想像もできないような辛さを。キアナはずっと一人で、昔の私はずっとシーリンが、自分が怖かった。だから一人で隠れることを選んでも今は違う。みんながいるって分かったから。うん、みんなキアナのことを知っ…あれ、なんだか外が騒がしいね。誰かが助け…皆さん早く隠れてください。広場の気候が全部暴走したみたいで、こちらに向かってます。そんな、さっき見た時は正常だったのに。ゼーレ、今は原因よりもみんなが無事に逃げられるよう気候を止めよう。うん。暴走したのは花火演出用の気候で、お姉さん、ありがとう。ん？あんたは？助けてもらったら、ちゃんとお礼を言いなさいってママに言われたの。さっき、お姉さんに助けてもらったから。あれ？お姉さんの目、怪我してるの？目の色が違うね。あ、綺麗でしょ？このお姉さんは魔法使いでね。さっきも、え？うん、綺麗。お姉さんの目、は、他の色にもできるから、じゃん、じゃーん。わー、すごーい。私も大きくなったら魔法使えるかな。いい子でいたら、きっとできるよ。わかった。今すぐ帰って、ママのお手伝いしてくる。ありがとう。ゼーレは別に大したことしてないよ。気候の状況を確かめに行こう。これ、さっきチラシをくれた人が着てた着ぐるみ？ボロボロになってる。大丈夫かな？
血痕はない。着ぐるみの中も空だね。待って、何かが落ちてる。これは鍵？アパートの部屋番号が書いてある。落としたのに気づかず逃げたのかな。でも家の鍵がないと大変だよね。まだ時間はあるし返しに行く？何があったのかその時の状況も聞けるし。そうだね。でもその前にまずは担当者に詳細を聞かないと。ネゲントロピーにも報告しないといけないから、ここで少し待ってて。わかった。そうだ、ちょうど時間ができたし、もう一人の私に相談しよう。今日は静かだね。よかったんじゃないの？新しい友達との楽しいひとときを邪魔されずに済んだでしょ。違うよ。何も話してくれないから、誰に相談したらいいか困ってたんだよ。相談？さっきのことなんだけど、なんだか妙な気がするの。あなたの考えも聞かせてほしい。別に気づいたことは特にないわ。あの機構たちは勝手に動き出したみたい。操作してた人とかは見かけてないわ。それとさっきのキアナの話聞いたよね。もう一人の人格について悩んでるって。だからアドバイスできないかなって思ってるの。は？だって体の主導権を握ることに関してゼーレたちも経験あるでしょ？それどういう意味？まさかあなたにとって私とシーリンとかいうやつは同類なの？え？そうじゃなくて。危険で凶暴で残酷、私はそんな奴と一緒ってこと？違うよ。シーリンはずっとキアナを傷つけてるけど、あなたはずっとゼーレを守ってきた。全然違う。じゃあ言ってみて。ゼーレにとってあなたは。ちょっとどうして黙っちゃうのよ。違うの。ゼーレは。はいはい、こうなるって分かってたわ。もういい。とにかく私があなたを見捨てることはない。あなたがいなくなったら私はどうすればいいというの？でも今度からこういう質問はしないでちょうだい。聞きたくもないわ。ごめんなさい。さっき聞かれたこと今は答えられない。でもゼーレ、一生懸命考えるから、ちゃんと答えられるようになるから。だから、もう少し時間が欲しいの。ち、めんどくさい。キアナ、どうかしたの？ごめんゼーレ、状況は想像してたよりも厄介みたい。監視カメラを確認しないといけないから、もう少し時間がかかると思う。ゼーレにできることは？大丈夫。こっちは一人でなんとかなるから。ゼーレは着ぐるみの人に状況を聞いてきて。今は現場の証言が一番必要だから。彼はこの辺りの大学生で、名前はジョン・ドゥ。
彼がバイト時に登録した電子学生証がこっちにあるから後で。わかった。ここが学生証に書いてある学校。孤児院にいた頃は係やお母さんが字を教えてくれた。こうして知らない人と一緒に勉強して仲良く手を取り合うのも面白い。教室でじっと座ってるなんてどこが面白いの？やっと出てきてくれた。一人ぼっちでかわいそうだから一緒にいてあげてるの。こんにちは。この学生証。ん？ああ、本当ですか？彼のお年も。それはタイミングが悪いな。半年前に出て行ったの。バイトがしやすいようにって外でアパートを。バイトで生計を立ててるん。その辺の理由については知らないな。彼も言わなかった。この名前どこかで。ああ、思い出したぞ。同じ講義を取ってるやつだ。本当ですか？ああ、その講義ってここ数回学校に来てない。そうだな。ありがとうございます。収穫ありってところかな。でもどうして。いじめられて誰かさんみたいにおもちゃ箱で泣いてるのかもしれないわね。意地悪なこと言ってもゼーレはもう食いつかないよ。おも。この学生証の持ち主を。ん？学部を見ると私の授業を。わかりました。ほら、先生も覚えてないって。存在。人のことをそんな風に言わ。こんにちは。この学生証の持ち主を。ん？ねえ、この人あんたと同じ学部みたいよ。知らないし。わかりました。ほら、言ったでしょ。学校には人がたくさんいるから知らないのも別におかしなことじゃないよ。この人のアパートに直接行ってみるしかないかな。鍵をなくしてアパートの前で慌ててるかもしれないわね。おかしいな。人ってそういうものでしょ。自分のことにしか興味がなく、他人のことなんてどうでも。なんか今日はいつもより。そのは？私が？どうして。だからいつもより攻撃的で言葉遣いも。飛行事故のことを聞くんでしょ。わかった。鍵を使って中に入ってみればいいでしょ。人に見られ。それなら
なおさら勝手に入っちゃダメだって。鍵がかかってないみたい。あ、ごめんなさい。わざ誰もいないから大声出しても意味ないわよ。このアパートの大家だけど、ここに住んでる子を探しに来たのかい？もしかして、あの子の友達かな？はい、彼を探しに来ました。そうだ、大家さん。さっき何か物音を聞きませんでしたか？物音？いや、あんたたちがドアを開けた音しか聞こえなかったけど。何ですって？あんなに激しく戦ってたのに物音が聞こえなかった。しかしあの子を探しに来たとは。それは残念だね。あの子は1ヶ月前に亡くなってしまったよ。え？当時私が通報したんだよ。発見した時にはすでに手遅れな状態で、ベッドの上で少しも動かず、まるで眠ったみたいで。
でもチラシをもらった時はまだ。警察は他殺の可能性を排除して彼の家族に連絡したけど、親族の人は彼の遺体を引き取っただけ。家の中のものを持ち帰ろうともしなかった。大学からも関係者が来たけど、学校の評判に響くから他言無用だとさ。人一人亡くなったのに気にするのがそんなことなんてね。かわいそうな子、家族も学校も無関心。あの子の友達なら自由に見ていいから。どのみち彼のものは全部処分しないといけないからね。はあ、この部屋借りてくれる人はいるのかね。彼女はもう君を必要としない。大人になってもおもちゃの人形とおしゃべりする人はいないだろう。おもちゃの人形は結局ゴミ箱に。私たちは必要とされない人間。この世に嫌われて疎遠にされて捨てられる、それが君らしい結末。私たち誰が話してるの。したの？聞こえないの？何のこと？何でもないわ。ネゲントロピーに報告するんでしょ。早くしなさい。うん、ありがとう。ゼレの子。今の声、一体。誰かいるの？
これからゼーレはみんなの仲間よ。うるさい。ゼーレ、こちらはシンマール。あなたより少し早く来た子よ。この子が孤児院を案内してくれるわ。ち、わからないわ。はあ、なんだよ。今、黒い影が。黒い影だ？寝ぼけてただけじゃないのか？変なやつ。お金持ちの考えがわからないな。300万ドルでこの小娘を買うとは。小娘って一体。これ、一体どういうこと？ねえ、もう泣かないで。別に倒せないわけじゃないでしょ。こんな縄なんて簡単に振りほどけるでしょ。まさかあなた、この力を使えないの？すごいわね。彼らにはもっと痛々しい教訓を与えるべきだったとは思うけど。でも、こういったすっきりした感じも悪くないわ。ねえ、今なら話せるでしょ。早く教えて。私は一体。何ですって。悪魔！